にちは。平林金属男子ソフトボールクラブの松田光です。先生教えてということで、質問いただいたので答えたいと思います。僕にもらった質問は、何を意識してどんな練習をしているのか、ピッチングについてですね、質問あったんで答えたいと思います。今は、フォームもだいぶ固まって、投げ込みする時間っていうのも社会人になってからは、作れないので、なかなか、なので常に実戦を想定して、リーグのバッターをイメージして、このバッターだったらここ投げて、ここにこれ投げて、ここにこれ投げて、こうやったら抑えられるっていうのがなんとなくあるんで、それをきちっと投げれるように、コントロールだったり、球のスピードだったり変化だったりっていうのを意識してやってます。ですが、まだ高校生とか、中学生小学生だったら、やっぱり投げ込んでフォームを固めるとか、スピードを速くする、コントロールを、良くするっていうことが大事だと思うので、その今の自分に段階に合った練習をすると、成長につながると思います。次は、ピッチングで一番大事なことなんですかっていう質問です。動作的にっていうのが入ってたので、本当はこう精神的なことを言いたかったんですけど、動作的なことを言いたいと思います。本当に一番大事なのはこのブラッシングと言われるところですね。でもこれについては他の選手が、説明していると思うので、僕はこのトップ、この形をしっかり決めることと、このトップできた時にバッターに対して体がしっかり横向くこと、これ大事だと思います。で、横向くメリット、大きく3つあるんですけど、これ細かく説明しちゃうと1時間ぐらいかかっちゃうんで、でも本当に横を向くこと、これすごく大事です。はい、最後は横変化を投げるコツということで、腕こうやって回しますよね。この直線バッターに対してこういう向きで腕を回しているのに対して、横変化させるためにはこういう動きが出るんですね。なのでちょっとソフトボールでは難しいです。コツとしてはここまではもう全部一緒です。で、ここから振り下ろすときに、もうイメージで言うと、もうサイドスロー。サイドスローにして、足も一緒に体全体で回していく。っていうイメージで回すと、ボールが横回転かかりやすくなって、横にしっかりかかれば、もう自然とボールはそっちの方向に動き始めるので、体全体で回してくるっていうことがすごく大事だと思います。で、余談なんですけど、こういうのを細かく、ヒラキンソフトボール TV っていう YouTube チャンネルで細かく解説してるんで、もし興味ある方は、ご覧になってくれると僕も嬉しいです。以上です。